はいこんにちは今回はマニファクティムのダブルノックのシャープペンシルを紹介したいと思います1987年創業のマニファクティムは生活雑貨のセレクトショップで質の良い生活用品を販売しているお店です私個人の感覚ですと高級版無印良品といった感じでしたドイツの主要都市やオーストリアのウィーンに店舗があり私はウィーンの店舗に実際足を運びこのシャープペンシルを買ってきましたそれではシャープペンシルの紹介に移ります 箱はこんな感じです。紙製となっておりまして、箱をスライドすることによりペンが姿を表します。ペンはこのようにビニール袋で包まれています。このシャープペンシルはシルバー、ブラック、ゴールドの三色が存在しています。価格はシルバーが二十四点九ユーロ、ブラックとゴールドが三十二点九ユーロです。 メッシシングははドイツツ語で真鍮をを意意味味し、シバルツは黒を意味しル黒ます。ここでお気づきかもしれませんが黒は真鍮プラスマットブラック塗装なのでその分お得ですね並べてみるとこんな感じです他の色は真鍮製なのでえずっしりとしていますけどもシルバーのものはアルミなのでかなり軽いです個人的にマットブラックの塗装がかなりですね、えー、っとケバケバでして、えー、使い込むにつれかなりツヤとか増していってかっこよくなると思います ゴールドはですね、まあ、これはちょっと下品な感じもしますねえ皆さんはもうここでリネックスの4001に似てるなと思った方もいるかと思います、まあ、実際想像していたよりもかなり太かったですねそしてまあダブルノックとあ私言ったんですけどもノックボタン一つで完結するものではなくて軸のボタンを押すことによって解除する方式でヨーロッパ製品あるあるですね 自分の動画見てくださっている方ならわかると思いますが TZPSP5 の動画でもこのシャープペンシルについて言及していました、えー、そこで PSP5 と比較すると全く違いましたので共通のメーカーが作っていないと確信しましたということで TZPSP5 と並べてみると、まあ、こんな感じです TZ よりも、えー、かなり太いことがわかると思いますノックするとこんな感じですね 1>, 1回目のノックはシャカッと音が鳴り安っぽい感覚です2回目もシャキシャキと音が鳴りますがあまり気持ちの良いものではありませんまたガイドパイプはこの部分まで剥き出してくるので空間ができてガタつきの原因を生んでしまっていますガイドパイプの長さは毎度ヨーロッパらしく 5mm でしょうか国産製図用に慣れている方なら長すぎると感じてしまうポイントでしょうね 1mm の差も感じることができます あと良くない点がございましてこのように中途半端な力をノックボタンに与えてしまいますとガイドパイプが出た状態で止まってしまうところですこれはペンケースの中でも害悪なペン扱いをされるのではないでしょうかローレットはこんな感じです、えー、きつい方ではありませんが手触りはあまり良い方ではありませんでした目が粗い感じがしますがしっかりと指には吸い付いてはくれます軸には一切何のプリントも刻印もないので こういう点も無印良品っぽいなと言った感じですねクリップは折り曲げられているため手には刺さりませんここは TZPSP-5 よりも評価できる点となっております TZ の方は、えー、指に刺さるような形状でして不快だと感じていました、えー、しかしクリップはおいそれと外すことはできなさそうなので外した際に軸を傷つけてしまいそうな気がします ノッククボタンンンはシンプルで、でなんとクリーナーナピンままいてきました。しかもノックボタンに穴が開いておらず最近子どもに対する配慮がされている製図用のペンが多くなってきていますがこれを使う人の周りには小さなお子様はいないだろうということでしょうかそもそもプロ用のものをなぜ子どものことを配慮した設計に変更する必要があることは私は考えていたのでこれはずっとこのままでいてほしいですね。 そしてこのペンは分解することができましてこのようにグリップと軸を回してて分分離させて分解が可能です。非常にシンプルな内部機構であの安っぽいノック感なのかなと思ってしまいましたダブルノックを分解した後に組み立てるとなんか変な不具合を起こすことがよくあるんですけどもこれはシンプルすぎぬ構造のため普通に組み立てても不具合なく組み立て直すことができます 実際書いてみると書き味の方はガタつきが多少あるもののしっかりとした製図はできそうな印象を受けましたやはりガイドパイプが 5mm なので見やすいですね TZ と比較するあたり悪さが出てしまいましたが標準のシャープペンシルよりかは面白みがあるので旅行がてるのにマニファクティブに立ち寄ってみて買われてみてはどうでしょうかマニファクティブにはまたいろんなね面白いボールペンとか革製品があったので7月にまた再訪していろいろ買っていこうようと思っておりますご視聴ありがとうございました